じゃあやっていきましょうか。はい、今回はカマキリさん。おお、はい、以前も TBS 渋谷でですね、はい、あのマジ構想コラボしていただいたことがあるんですけども、うん、今回特別仕様の作品を作っていただきましたと。いやー、カマキリさんありがとうございます。ありがとうございます。渋谷店限定のマジックホースもすごかったですけども、うんうん、今回もまたすごいの来ましたね。今回すごいの来ましたね。まあ存在感もあるんですけど、それがこちらになってまして、はい、圧巻のハンドペイント作品と。圧巻ですね。はい、めちゃくちゃいいですね。はい、いやーめちゃくちゃこのおしゃれですよね。カマキリさんならではの特別仕様って感じですね。ですね。今回ですね、はい、このマジックホースとガブダルマのハンドペイント2作品とも一点物と、いうことになりまして、発売は TBS のアプリの方から抽選発売とさせていただきたいと思います。2月22日火曜日から2月27日の日曜日、この期間で展示期間&販売期間と、いうことでさせていただきまして、はい、2月28日月曜日、この日に当選者発表とさせていただきます。はい、なので銀座ギャラリーに展示してありますので、はい、実際に見て、こう応募することができると。ああ、いいですね。はい、アプリのダウンロードはあの詳細の方からダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてみてください。はい、では行きましょうか。はい、一点物ワンオフ作品ということで紹介していきたいと思います。はい、ではまずは、はい、マジックホースからですね。おー、マジックホースですね。カマキリメカカスタムバージョン1と、こちらご紹介していきたいと思います。はい、こちらはカマキリさんがあらゆるカスタムでよく使う、うん、カマキリメカカスタムと呼ばれているペイントをされたマジックホースですね。はい、こういった形でハンドペイントでマジックホースにペイントしたのは初めてとのことみたいですね。初めてなんですね。はい、今回のこの作品以降ですね、はい、デザイン違いでカマキリメカカスタムをペイントすることも想定していただけるということもありまして。なるほど、今回バージョン1になってるわけなんですよね。そういった意味でも今回記念すべきバージョン1、ということになっております。はい、いや来ましたね、カマキリさんのメカカスタム。はい、あれですね、いろいろな作品にこのメカカスタムペイントっていうのをやられてるんですけれども、うん、過去にカマキリさん自身の作品にもされてるかと思いきや、実は初っていうことに驚きですね。そうですね。はい、ハンドペイントでやっぱりここまでこう綺麗に、正確に、そしてカラフルにこう仕上げれるっていうのはやはりカマキリさんならではなのかと思います。はい、しかもバージョン1っていうことなんで、はい、まあ、今後も続くのかななんていうこの楽しみもありますね。楽しみですよね。はい、そして、はい、まあ、今回カマキリさんからいろいろとお話を聞かせていただいてのことなんですけども、うん、ね、こちら塗装方法なんですけども、はい、結論から言うとソフビにアクリル絵の具ということなんですね。そうですね。前提としてソフビ塗油をですね、はい、ソフビ塗油として塗装するのであれば、ソフビ用の塗料以外の選択肢はないとの考えっていうのは前提にあるとして、はい、こちらのマジックホースなんですけども、はい、その前提を無視して強行した、あくまでもカスタム作品という位置づけで、ソフビ自体をこうキャンバスにした一点物の立体物というような形になってますね。普段カマキリさんが発売されているソフビはもちろんあのソフビ専用の塗料で塗られているんですけども、はい、今回の作品に関してはその塗料とソフビ素材の相性などを理解した上でカスタム作品は相応の工夫をしてアクリルでペイントしてるとのことです。これがただ単にソフビの上にアクリルを塗ったよっていうことではなくて、かなりの工程数で下地を作った上でこうアクリルを乗せてると。やっぱりそれにはこのカマキリさんがやってきたこの10年間以上の何百体とカスタムをされてきた中で、現状考えられる極力耐久性のある塗装となるように研究と工夫を重ねられてできた作品が今回のマジックホースという形になるわけですね。めちゃくちゃこだわられてますね。そうなんですよね。まあソフビとはいえ、落としたり引っかいたりこう力強く力を加えたりすると、やはりあの破損はしてしまいますので、
それこそその絵画同様に扱っていた、いただきたいというまさにアート作品といったところになりますね。ソフビを違った角度から、うん、キャンバスとしてペイントされた番外編的な感じなんですかね、うん、もう完全にこのマジックホースってのはあの特別仕様っていうことですね。特別仕様ですね、うん、そしてあのこの下地作りだけでもすごくこう工数というか手間がかかっているっていうことなんですけども、うん、この下地があることによってアクリル絵の具が乗るっていうのはもちろんなんですが、うん、この表面にですねよく見るとこの凹凸感っていうかこう、うん、ボコボコっとしたこう感じができてるんで、うんうん、これがまたあのつるっとしたソフビでは味わえない魅力になってるなって思います。そうですね、うん、なんかこうどこか陶器のような置物のようなこう、うん、そういった高級感を感じさせますね。そうですね、またちょっと色調も違って見えますし。そうですね、はい、うん、素晴らしい作品かなと思いますね。はい、じゃあ次ですね、はい、ガブダルマをご紹介していきたいと思います。ガブダルマ、はい、こちらの作品もですねカワキリさんから直接詳細を伺ってるんですけども、はい、張り子のダルマ素体、こちらをベースに紙粘土で造形をし直して、はい、アクリル絵の具でペイントした作品とのことなんですね。こちらはガブガブというあの自身の代表キャラクターをダルマの形状に落とし込んだデザインで、うん、ダルマの作品自体海外でのみ販売してきたみたいで、はい、国内販売っていうのはおそらく初めてとのことなんですよね。めちゃくちゃレアな。レアですね、はい、こちらもマジックホース同様に、はい、ハンドペイントでアクリル絵の具での作品となっております、はい、まあ、こちらも見ていただくと分かるんですけどね、うん、存在感がもう圧倒的で。そうですね、めちゃくちゃいいですよね、はい、サイズ感はダルマそのものですもんね。そうですね、はい、なんかこう鎌切さんはその本当にこう何でもアートとしてこう作品に仕上げてしまうっていうところがやっぱすごいですよね。すごいですよね、はい、ソフビはソフビでソフビを起点とするんですけど、はい、こういろんなアートが鎌切さんの周りにはあるっていう感じですよね。鎌切さんは造形物としてもダルマがとても好きっていう話をされていましたので、まあ、大好きなダルマに代表作でもあるガブガブがこう合わさって作られた一つの作品ということで、本当に特別で魅力的な作品になってると思います。あとあれですね、まあ、だるまといえばこう日本のものっていう感じもありますんで、はい、まあ、このテイスト的には銀座にすごくこうぴったりな、そうですね、はい、作品になってますね。じゃあ改めてなんですけども、はい、ご紹介させていただいたこちら2作品とも、はい、TBASE のアプリにて、うん、2月22日火曜日から2月27日の日曜日、はい、こちらの期間で TBASE 銀座ギャラリーにて、はい、展示期間&応募期間と、はい、させていただきまして、はい、そして2月28日の月曜日に抽選結果発表とさせていただきたいと思います、はい、そして、はい、ここでですね、うん、あのこの2つの作品に付属されている秋田天然杉のご紹介もさせていただきたいなと思います。出ましたね。ここもまたこだわってましてですね、はい、まあ、よく見ていただくと、うん、ここからでも分かるんですけど凹凸な作りになってるんですよね。そうですね、はい、これは秋田天然杉の表面をあえて木目を立体的にしてるみたいなんですよね。これはカマキリさん そのハンドペイントの細かなところ作風と合わせて専用に作っていただいた木箱という形になります。で、こういった凹凸の浮き出た作りをうずくりというみたいですね。うずくり、うずくり、初めて聞く。うずくり仕上げという感じなんですよね。うずくりっていうのはその高級な日本家屋の天井とかで用いられる技法のようで、聞いたことなかったんですけどね、はあはあはあ、そのうずくり仕上げっていうのが、はい、木材の表面を何度もこすって、うん、こう木目にあの凹凸をつけて年輪を浮かび上がらせる仕上げ方法で、その方法で作り上げる立体加工をうずくり仕上げと。なるほど、はい、そのままできたものではないんです ね、 そうなんですね。手を加えることによってこういう魅力的な、はい、いやでもこの表面の年輪のこの凹凸感っていうのは本当に高級感があっていいですよね、うん、はい、専用の木箱のケースなんですけど、うん、はい、ケースだけでも見ていられるっていう、はいはい、そんな魅力があります。ありますね、はい、まあ、ということで、はいはい、最高の作品と最高の作品との組み合わせで、はい、最高の作品をお届けするといったところなんですけども、はい、まあ、改めてやっぱ素晴らしいですね。ですね、うん、あのアートソフビーも量産できないから
こそのこの希少性っていう価値があったりしますけれども、はい、これはもう本当に一点物ですもんね。そうですね、はいはい、なのでカマキリさんが時間をかけて、うん、手間をかけてこだわりのこの一点っていうものを作られたっていうことなので、まあ、この作品を所有するだけでも価値があるかなと思います。いいですよね、はい、所有してるっていうのがいいですよね。ですね、またね、まあ、先ほどもお話にありましたけど、はい、バージョン1ということもね、うん、話をされていたので、はい、バージョン1ということは、うん、みたいなね、ところがありますので、はい、今後の登場作品にも、はい、目が離せないかなと思いますね、はい、ということでまたアナウンスに関してはTBS 銀座ギャラリーの Twitter の方からさせていただければと思います、はい、カマキリさんのハンドペイントの一点物という形になりますので、その抽選当たられた方はぜひ加工にしてくださいとですね、はい、まあ、展示期間もあるということですので、はい、お近くの方はぜひ見に出してください。はい。